これリリース。そうなの。ここの色とこの色が合うから、うん、そうやって合わせていく。なるほど。うん、そうやな、今そうやな。これこの色とかもね、かっこいい。グラデーション。2万でしょ。意外と安い。毎日できる。例えばさ、ロングトレイル用。これとこれちゃうんでしょ。これ MT5。MT5。あ、これトラバースか。これが変わったんですよね、MT5。これとね、これでどうちゃうんですか。これ持ってますか。テラベンチャー。いや、これ。多分安定性が高いんだと思うんですよ、こっちの。ああ、そういうことね。入ったばっかりで。トップってちょっとこう差別化がね、難しいんですよ。あ、アイテムが似てるから。似てるから。そこは割と今回はっきり分かれたのかなと。で、これまあ、ロードとトレイルのハイブリッドっていう。ウルトラベンチャーもこれに変わっちゃって、ソールが。あ、一応ビブラムなんですけど、なんかね、あの、うん、ラグが少ないです、ね、そう、ラグが浅くてちょっとこう ロード寄りになったのかな。あ、こっちはまだ、こっちはもうメガグリップの、ロードのね、うん、トレイル向け、トレイル向け。